どうも、新宿アボイ金木屋です。以上です。新宿アボイの中年の主張でございます。はい、今さ、はい、自転車乗る人はさ、ヘルメットかぶるっていうのがなんか努力義務みたいな感じで、ね、あ、はいはい、やってんじゃない。はい、で、いろんな種類のヘルメットあってさ、つば、うん、付きのやつとかさ、はい、なんかいろ、本当になんか一昔前のさ、ダサヘルメットだけじゃなくてさ、うん、結構いい感じのヘルメットあってさ、はい、いいなって思うんだけどさ、はい、俺ちょっと考えたんだけどさ、うん、髪の毛がついてるヘルメットあった方が俺売れるんじゃないかな。髪の毛のあるヘルメットね、髪の毛ついてるサンバイザーみたいなのあるよね。うん、だからああいう的なことだよね。獣神サンダーライガーのマスクみたいに髪の毛がついてるマスクみたいな感じでさ、はいはい、だなんとなくね、ちょっとなんかさ、普段はさ、おとなしい人がさ、うん、ヘルメット被るときだけさ、リーゼントみたいなさ紛らわしいよね、なんかでもな、そのリーゼント、自転車乗ってリーゼントにすること、金髪にしたいとかさ、まあ、金髪とかわかるよね、うん、まあね、いや、金清さんみたいな人はさ、確かにちょっとね、うん、センター分け、まあそうね、髪の毛とかさ、ただなんとなくちょっと風を感じたいというか、まあ直接ね、毛根につながってるわけじゃないけど、なんかこう、なんか風をね、髪が受けてるっていう感覚ね。あ、それはなんかいろんな種類のヘルメットあった方がさ、うん、なんかみんな被るんじゃない、率先して。そんなことないかな。いや、それは逆に被んねえ、別にそういう意味じゃないのかな。あんま被ってる人もあんまいないじゃん、まあ、多少はいるけどさ、うん、命守るためでね、絶対つけた方がいいと思うんだけど、チャリンコ、こういう人は。まあでもそのファッションの一つみたいな感覚でね。あ、でもそれはありかもわかんないね。ただ外す瞬間だけちょっと嫌だけど、俺やっぱパンチパーマのヘルメットとか被りたいもんね。もし髪の毛がついてるヘルメットがあったら、 ね、パンチパーマのパンチ選ぶかなとかさ、すっごい反り込み入ってるやつとかさ、あでもなんかヘルメットもさ、うん、今の技術だったらさ、なんかもっと強度になってさ、うん、薄くできそうな感じもするじゃん。なんかできそうだよね、うん、だそこに髪の毛つけてね、まあ、それが売れるかどうかの問題もあるけどさ、まあ、そうね。あとなんか雨とかに濡れたら結構臭くなりそうだよね。確かに。ちゃんと乾かさないと。だからまあそれをさ、防護するためにもう一個ヘルメット被るとかね。いや、もう意味ないじゃん。カッパね、カッパ、カッパ、うん、ヘルメットもカッパ、いや、もう意味ないよ、そうなってきた。まあでも、まあ面白グッズとしてはなんかいい感じじゃない、髪の毛。面白グッズか、そうか。面白グッズじゃないの、じゃあそれじゃ流通してないか。でもサンバイザーもだってちょっと面白グッズか的な感じでしょ、あれ、髪の毛ついてるやつって。あ、そうなの。なんかそんな、うん、感じしない、うん、そうかそうか、うん、だから髪型の種類によるでしょ。パンチパーマとかが、まあじゃあ需要があるのかっていうね。なんか普段できない髪型をしたいわけ。あ、まあね、あ、まあまあ、だから金髪とかありそうだよね。金髪ね、うん、本当は金髪にしたいけど、ちょっと仕事の事情でできないとかね。そういう人、自転車乗ってる時だけ。そうそう、だから通勤する時だけ金髪で行くっていう。自転車で通勤してる人はね。ああ、いいね、うん、それでヘルメット取ってね、スキンヘッドになってる。スキンヘッドになってる。モノマネタレントの人みたいな。いや、逆にスキンヘッドのヘルメット、だからスキンヘッド風のね、あ、スキンヘッド、ね、肌色のね、肌色のスキンヘッド、うん、それはそれでね、うん、まあまあまあ、商品があるんじゃないですか。普通にああいうキャップの形のさ、うん、ヘルメットとか出すね、あ、どう出しても良さげな、純粋なね、こういう感じもするけどね、うん、まあまあ、まだそこまでのツバが長いのを見たことないよね。まあ確かに、寿命的な問題でもツバがあった方がさ、ほら日よけにもなるからさ、うん、いいんじゃない。だからヘルメットだったらちゃんとかぶる、だから この感じになるってことね。でもちょっとまあ分厚くなるのかな、分厚くなった強度必要だから。そうそう、まあでもこれはあれだったら普通になんかね、うん、かぶってもいいかなって思うよね、うん、確かに。あ、そっちの方がありかもね。帽子っぽい、キャップっぽいヘルメットの方がなんかちょっとファッションの一部にできそうだもん、それこそリアルに。だからなんかちょっとツバついてるさ、うん、なんか軍人さんが被るようなヘルメットみたいなのを被ってる人も結構いるよ今。なるほどね、うん、はいはいはい。あとさ、うん、おまわりさん被ってるなんかレーサータイプのさ、ああ、はいはい、
こうなんか穴開いてるやつね、うん、なんか通気性いいのかわかんないけど、ね、あれかっこいいよな。まあああいうのかっこいいよね、うん、警視庁は支給してんのかなあれ。いやそうでしょ、うん、選べないのかな。じゃあマリさん隊の選べないんじゃない、あのスポーツタイプのやつだけなのかな。いやそうなの、まあでも地域によってあんのかもしれないけど、うん、性暴風のヘルメットとかあれはいいの。まあ確かにね、うん、結構作るの大変そうだけどね形的にね。コックさんだったらねちゃんと長い感じのあのコック帽みたいなヘルメットにしてくれりゃ料理人だなっていうプライドもさ、ね、確かにね満たせれるじゃん。もう家出る瞬間からもう料理人っていうね。まあ、確かにその仕事仕事のヘルメットいいかもね、うん、まあ、風の抵抗を受けすぎてめっちゃ運転しづらいだろうけど頭取られるよこんなコックも。重いだろうしな。重いし確かにな。いやキャップ型はありだよ。あんのかな。もうあるじゃない知らないだけで、うん、知らないのとあと見てないの。それこそさ野球好きな人がさそのチームチームのさ、うん、いやヘルメットってあの野球のヘルメットっていうのは実際あるけど、うん、それもうちょっと仕様を変えたさ、うん、スポーツタイプというかさ、うん、それも売れそうじゃない。ファンの人買いそうじゃない、うん、そうかな。ファンの人だったらあっちの方が欲しいんじゃない。本当に試合使うさあリアルの方が欲しいかな。フェイスガードがついてるやつがついてるやつね。あのやつは欲しいんじゃない。まあまあまあそれをさすがにあれ被ってる人いないよ、うん、あれ被って自転車は、ね、野球好きなんだなって思うよね。まあそれは思うけどさ、うん、だってこっち守ってるけどこっち守ってないからね、うん、両方ないとどうせあるんだったらね。だから右利きの人はねこう左、うん、左から物が飛んでくるもの気をつけるいい、うんうん、そうか。両でも両サイドつけてる人いないもんな。両サイドはいない。どっちの方が危ないものが飛んでくんだろう。自転車だったら左側通行だからさ。まあだから基本的にでもこっち車走ってるからやっぱりこっちの方が危ないから危ない。やっぱり左バッター用のやつの方がいい。右の方にフェースついてた方がいいと、うん、そうそうそうこっちにねついた方が。まあそれはいやでもそれはありだな。じゃあ終わりますか。まんまん終わりましょう。はい。じゃあ、ありがとうございました。